皆さんこんにちは、今シーズンから信州ブレイブウォーリアーズで通訳をすることになりました沢地サミュエルジュニアです。よろしくお願いします。今日はここ聖高原キャンプ場でデイキャンプ体験をしていきたいと思います。本日デイキャンプに挑戦してもらう選手たちはこの方たちです。はい、こんにちは、背番号3番のドンディエリエットです。よろしくお願いします。背番号30番のサイモン匠です。よろしくお願いします。2人ともキャンプの経験ってありますか？僕はないです。ないです。2人ともない。はい。キャンプ初心者ばかりなので、今日も楽しい助っ人に来ていただきました。株式会社シナノさんの方から池田さんです。こんにちは。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。株式会社シナノの池田と言います。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、します今日はですね、キャンプやられたことないということなんで、キャンプの楽しさだったり、あとは魅力というのを発見してもらえれば嬉しいと思ってます。はい。株式会社シナノさんではキャンプ用のギアを作っていらっしゃるんですよね。はい。私たちはもともとスキーポールを作り続けて100年以上経つ会社なんですけれども、アルミのパイプのさまざまな加工を得意としている会社なんですが、そういった技術を生かして今では山登り用のトレッキングポールですとか、あと歩行杖、あとウォーキング用のポール、さらにこういったキャンプギアなんかも今は手掛けております。そんな池田さんに協力してもらいながら一日キャンプを楽しんでいきましょう。さて池田さん、まず最初は何からいきますか？はい、ではまず、こちらタープを張りたいと思うんですが、皆さん、お二人とも初心者というかね、経験がないということなので途中まで組み立てさせてもらいました。ありがとうございます。はい、ですので、ここからですね、完成形に持っていければと思いますので、皆さんで一緒にやっていきたいと思います。ちなみにこちらのタープを支えるポールもシナノさんの商品ですか？そうですね。はい。メインとなる、メインポール、大黒柱というかタープの支柱となる部分ですね。あとはサブポールというちょっと細身のタイプも作ってまして、そちらはタープの形をちょっとこうアレンジしたりするときに使ったりするものなので、皆さんちょっとこれから一緒に組み立てていければと思います。メインポールが2つあって、こことその位置にポールが立つんですけども、1個ずつ立ててみましょう。はい、下から差し込んでいただいて、ぐっと持ち上げます。この穴に通していただいて、はい、ぐっと持ち上げます。はい、ですね、完璧ですね。すごい、やる気満々だね。あOK です。これがここではなくてですね。はい、間違った。こちら落ち着いて。こっちになります。ここです。はい。はい。じゃあ今度。はい。OK。はい。このロープを地面にペグで打ちます。はい、やっていただいてもよろしいでしょうか？いいね。めちゃめちゃ上手です。はい、 OK です。あれやりますか？ハンマーなし。いきますか？もう今ハンマー出していってます。やっちゃった。はい、やっちゃった。できました。さすが、さすがですね。以上でタープ完成です。完璧ですね。完璧。はい。これで完璧。完璧ではないと思います。OK だと思います。はい。池田さんどうでしたか、二人の動きは？いや、本当に初めてとは思えないぐらいすごいスムーズに。確かにスムーズでしたね。はい。難しいところはもうやってもらえたので、そうですね。そ
相当そんな思ったより難しくはなかったですね、うん、はい、キャンプのセットアップが完成しました。どうですかこの感じは。道具とかも全部出したので結構、まあ、ちゃんとしたキャンピングっていう雰囲気ですね、うん、さて、先ほど日田さんからもお話が出てきたんですけど、信濃さんではポールウォーキング用のポールも、まあ、作っていらっしゃるということで、この2人にもこの後そのポールウォーキングに挑戦していただきたいと思います。で、あの下降りたところに湖があるんで、そちらの方にじゃあ行ってみましょう。はい、はいはい、さて、ひじり湖の目の前まで移動してきました。それでは早速2人にポールウォーキングに挑戦してもらいたいと思います。2人はポールウォーキングは知っていますか。知らないです。知らないでそんな2人のために今回ポールウォーキングの講師をお呼びしました。株式会社シナノ代表取締役柳沢社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柳沢です。柳沢社長、そもそもこのポールウォーキングっていうのはどういうものなんですか。ちょっと持ってきますか。はい、はい、お持ちしました。こう2本のポールを、両手に持って歩くというものなんですけどね、はい、通常のウォーキングですと上半身ってほとんど使わないんですよね。このポールを持つことによってで上半身も積極的に使う有酸素運動ということになります。これで身長とかにも調節できるようなんですか。になってます。これは身長に合わせて長さを変えてやるということですね、はいはい、すごいですね。それでは早速レクチャーしていただきましょう。ちょっと一回やってみましょうか。何もちょっとアドバイスしないので、はいはい、そこからですね、じゃあ例えばですけどあちらの方までポールを持ってこう歩くんですけど、普通にこうこうやって歩くだけです。はい、はい、そうです。だいたい初めてやると結構手と足が一緒になっちゃう人が多いですよね。あ、はいはいはい、お二人はもう普通に歩けてますので、もうその時点で第一段階クリアということです。クリア。次のステップですけど、できるだけやっぱり上半身を使った有酸素運動にしたいので、この肩甲骨、この肩甲骨をしっかり動かすということを、意識してほしいです。今はこういう感じで 手の動きが少なかったんですね、はい、なのでそれをもっとこう手を大きくこう前に出す。これいっぱい練習したら普通の歩いてる姿勢も良くなりますか。なります、なります。もともとの開発の経緯がこう何も道具がないとやっぱりこう姿勢をよく歩くして歩くって難しいんですよね、はいはい、でも道具を使うと自然とこうなる。背筋が伸びて綺麗な姿勢になるので、背筋が伸びると自然とこう大股になるので、消費カロリーがアップするみたいな、そんな感じです。歩幅を多くして、はい、でちょっと引くって感じですかね。手をはい、そうです、そうです。ポン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 。で今どうしてもちょっとこう 前に大きくつこうと思って、はいはいはい、ちょっとグリップ力が入ってる。もうちょっとリラックス。もう全然リラックス。はいはいはい、わかりました。横にポンポンってことを置く感じです。ポンポン。いや完璧ですね。問題なしです。いいですね、はい、やっぱりだいぶマスターできたねスポーツマンなので覚えが早いですポールを使った体操とかもあって、結構サラリーマンとかってデスクワークしてるじゃないですか、はい、でそうするとこの肩甲骨とか肩凝っちゃったりするので、はい、でこれをこんな形でやってこう平泳ぎすると、絶対私バスケも肩甲骨とかすごい使うんで、こういうストレッチとかもいいかもしれないですね。やっぱシュートの時ってやっぱ肩を上げていったりするんで、はい、肩甲骨とか肩周りが凝ったりする選手がすごく多いんで、まあ、こういうストレッチのこういう動作とかも結構いいと思います、ね、なんか動いてる感じする。動いてる感じする。はい、それではレクチャーも終わったので、これから一人ずつちょっとテストするような感じで歩いていきましょう。どっちがうまくできるかやってみましょう。わかりました
下向かないように指揮もう少し手を引いてみたら、そう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 、あ、そうそうそう、はいはいはい、あ、いいですね。 This is a very unnatural walking motion. うん、手引いた方が姿勢が良くなります。はい、いいね、はい、いいねってきた。姿勢がいいね、タク聞こえないんだけど足が楽になってる感じ。あ、まあ、上半身入れたらそうなりますよね。いいと思います。めっちゃ集中してるわ。完璧、姿勢がすごいいいよ。ありがとう。めっちゃ真剣で集中してましたじゃあ次はエリーかな。集中しましょうか。いや、はい、そうっすね。もっと肩甲骨。はいもう少し手、ちょっと手を伸ばしてみましょう。はい、あ、そうです、あ、うまい、そうっすね。どう、はい、エリーのポールウォーキング見て、私が勝つの自信持ってます勝つ自信終わり、はい、終わりです。もう試合終了です。試合終了エリーも結構お父さんが姿勢いいわ。そうです、結構身長高く見えるよ、ね、身長高いもんね僕もあの中学でもう自信持ってません。バスケやった、もう自信ない、もう自信ない急になくなった完璧っす、はい、完璧です。なさい、いい感じでしたね、2人とも。それでもいい感じでした。もうね、歩きながらの指摘事項がすぐ修正できるので、うん、最終的には2人とも完璧に出てきました。ああ、ドローというところ。ああ、ドローか。逆に視聴者さんがね、見て2人の姿勢見てどっちが上手かったかってこうポチポチしてくれればそうですね、それもありです。緊張する緊張するならば、せっかくテストもしたので最後にちょっとみんなでまたボールウォーキングしてみましょう。はい、はい、大丈夫かな。肩甲骨、肩甲骨動いて、姿勢大事よ。はい、歩こう歩こうえ、特に私は元気歩くの大好きどんどん行こう。意外やなどうでしたか、タク、疲れた？疲れました。しっかり肩甲骨ストレッチしてどうでしたか。そうですね、まあ、足だけで歩くんじゃなくてもうちゃんと腕も使ってよく感じます。全部足に行ってないから歩く方がなんか楽に感じてると思います。タク、うん、は私のいつも歩いてる時の姿勢はちょっとやばいですか。やばいからちょっとこれを歩いて姿勢がちょっと良くなってる感じします。いや、吸収が早いのでやっぱりあのアスリートだなっていう思います、はい、メリットとするとこう上半身を動かすっていうのと、あとはそのストックを前につくので転倒予防にもなるので安全に、歩けるっていうところもあるので、まあ、本当に幅広い方に今あの愛用していただいてます。軽いです、軽いですね、登山用ですね。でこれ全然違う、全然違う、なんか硬さが全然違う。めちゃくちゃ軽い。これがカバンに入ってたら分からない。本当だ、めちゃめちゃ軽いですね全然違う、全然違います。じゃあキャンプの方に戻って、okay. ご飯を作りましょう。カレーを作りましょう。はい、あるこあるこもういいじゃん、太さはいい、大丈夫